今ドキドキを行くんだね、うん、カズマ占ったら、うん、人狼だったんですよでしょでもさ、なぜ峯岸を行ったんだろうね。あれえなんで峯岸行ったんだろうね。でしょ。なんで峯岸行ったの、カズマ。俺俺はまあ盛り上げようと思ったから俺ね、占ったのね、ミサミサなんだよね。ほうほう本当は村人だったけど。笑ってください。おっ、マチャも喋れるんだなるほど誰だ、めっちゃ笑ってない。怖い怖い怖い怖えな今の怖えな今の終わり。あれ、俺ね、勇気だと思ってたので、カズマ人狼だったって言った時の勇気の反応を楽しみにしたんだけど、当たっちゃったなこれ俺はもう最初から勇気って睨んでるけどね。私ですか。さっき唯一勇気に入れたの俺だからね。勇気がもう最初から明らかに表情がおかしい。ゆうき何？ゆうきは何ですか？ゆうき村人でしょ。私ですか？私村人です。ほら、村人だって言うよ。みさみさは？私村人です。村人だもんな。この二人。もう見当ついたでしょ、のりやさん。え、おお、カズマだと思ってるよ。え？ガチで？うん。何それ？何その芝居？え、なんで？ちょっと待って、さっきのりやさん誰占ったんだじゃ。ゆうき。あれ？俺人狼？違う、俺人狼じゃねえわびっくりした今。俺本当に村人よ。すごい、何それ。じゃあ勇気人狼？私村人です。待って、このいや、ノリアスさん、マジあれあれ、あのね、勇気が明らかに違うって。いやいや、だってさっきのリアクション何、カズマ。いや、つい盛り上げようとして俺を人狼だったんでしょ、俺が。そう、うん、それは釜をかけてきてるんでしょ。うんうん。あれ、ガチで疑ってんのかな俺のこと。疑ってるよね俺はずっと勇気を見てます。え、私ですか。うん、怖えな、マジで。勇気とミサミサ怖え。では、あれ、投票の時間がやってきました。はい、今ね、ミサミサと勇気の選んでください。カズマくんに2票、勇気くんに2票では最後の弁明を、勇気くん一言でまとめてください。聞かせてもらおうか。最後の何ですか。あ、弁明です占い師が森保さんだったんで、で、ミサちゃんが村人っていうことは、必然的に私がカズマさんで、で、私は村人なので、カズマさんかなって思いました。では、カズマくん、最後の弁明をお願いします。弁明というよりはもう、明らかに勇気は最初から様子がおかしいです。僕は村人です。信じるか信じないかはあなた次第。今の弁明を聞いて、やはり変えたいという意見はありますか？ございませんね。これよりお二方のどちらかを追放させていただきます。まず野崎くん、目を閉じてください。ゆうきくん、グー、チョキ、パー、いずれかの中の一つを画面に出してください。では、手を下ろしてください。カズマくん、目を開けてください。ユウキくん、目を閉じてください。グー、チョキ、
パーの中でいずれかの手を出してください。では手を下ろしてください。では全員目を開けてください。え、まさかのじゃんけん。今回追放されるのはゆうきくんです。画面をオフにしてください。では皆さん目を閉じてください。占い師の方は目を開けてください。今夜占いたい方の名前を書いてください。よろしいですね。その方はこちらになります。では目を閉じてください。次に騎士の方、目を開けてください。では目を閉じてください。最後に人狼の方は目を開けてください。では目を閉じてください。おはようございます。朝になりました。今回人狼に襲われた方が一人もいませんでした。ほら、村に平和が訪れました。村人の勝利です。よっしゃ、ね、全然危ねえ。カズマさん超嘘くせえ、マジ絶対人狼っぽい芝居してた。そうなの？うん、人狼にしか見えなかった、全然意識はしてなかったよ。ちゃんとなんで急にノリアさん俺を疑ってきたと思ったの俺。あそこ否定しないと。そう、否定しないと乗っちゃダメなんですよ、悪ノリで。違う、俺責められてたでしょ。もう勇気しか俺見えてなかったから。ミサよく勇気に、ね、すごい、嫌いなの？いや、どういうこと言わない。ちょっと怖かったのよ、ミサミサ。あれ？と思って。もしかしてミサミサって思ったけど。一瞬カズマさんめっちゃ疑ってたんですけど、でも後半はまあ人っぽかったよね、一応ね。そうですね、なんか。でも前半があまりに人狼臭かったからさ。多分悪ノリだろうな、これって思ってユキさんにしました。でもよくそれで悪ノリって気づいたよ。そうね。逆にすればよかった。勇気占ったっつって人狼だったって言えば、こっちの方が良かったかもよ。良かったな。分かりづらい人じゃなくてね。勇気があからさまだったもんだって、もう最初から全然違ってた。痩せたんじゃない？痩せたんだ。一瞬にして痩せてた。どうしたと思うぐらい。なんかね、表情が全然違ってた。でもこれが嘘だったら勇気もしかしてこいつすげえかもって思っちゃった。ゆうきなんでミネカナを、いや、なんかカズマさんが私をやっぱり疑ってらっしゃったので、カズマさんを落としちゃうと私が疑われるかなと思ったので、あ、まあ、一番まあ、占い師の方が多分騎士がいらっしゃったら守られると思うので、ミネカナさんを一番、はい、嫌いなの？いや、そういうこと言わないの。中継の方が終了いたしました。知ってるよ、私がダメだって知ってるよ。今回ポイント制になっています。騎士が守ると 1.5 ポイント、占い師が当てると1ポイント、人狼が捕食をすると 1.5 ポイント、人狼を見つけ追放できた方に 1.5 ポイント。この集計結果、山田くん 4.5 ポイント、のりやすくん3ポイント、みさみさくん3ポイント、まちゃくん 1.5 ポイント、みねかなくん 4.5 ポイント、そしてかずまくん 4.5 ポイント。ということで今回の罰ゲーム、これが私の黒歴史はマチャ君に決定だ。今回はマチャ君は運が少し悪かった。いや、絶対私がドベだと思ってたよ。あ、じゃあちょっとおも面白くないやつじゃない方にしようかな。お、どっち？それ今のどっちだ？え、私中学校の時クソ真面目な生徒だったんですよ。で、うちの学校なんか公立高校だったんですけど、なんか意外と制服とか厳しくて、
あのスカートの丈何センチみたいなのとか結構厳しく言われてたんですね。まあ3年とかになるとみんな若干膝ギリ膝ぐらいにしてあの2回ぐらい折ってとかやってましたけど、でも意外とみんな長かったんですね。ちゃんと膝下7センチとか言われてたのを意外と守ってて、で私は漏れなく守ってる人間だったんですよ。クソ真面目にね。そう思ってそう。で私はスカートの下にスパッツっていうのを履くのが大好きだったんですね。大好き。うん。あの吹奏楽部だったんで、なんかスカートなんか座ったりすると見えるじゃないですか。それが嫌で、体操着の下にすらスパッツを履いてたんですよ。そしたら体育の先生に、なんでスパッツ履いてんのって言われて、そんで、え、なんで、じゃあ逆になんで履いちゃいけないんですかって言って校則だからって言われたんだけど、いや校則に書いてないじゃないですかって言って、先生にすごい食ってかかってずっとスパッツ履いてました。以上です。黒いスパッツ、ね、黒いスパッツ、面白い黒い歴史を思い浮かべたのにそのスパッツが出てきたのが面白い。いや、あのその先生とやり合ったんですよ、ちょっと、クソ真面目なくせに、そこだけやり合ったんです。結果言うとその先生もクソ真面目だよね。お前なんでそうだよ。そう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 、結果クソ真面目だと思う。いいんじゃないですか。ではいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。マジャ君の黒歴史も聞けたところで、今回が1回目のマルボンズーム会議人狼ゲームですが、また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。マスターありがとう。マスターゲームマスターありがとう。次回の人狼ゲームでお会いしましょう。それではさようなら。バイビー。今度ちゃんと姿現してやろうよ。